モロッコ王国、通称モロッコは北アフリカ北西部のマグリブに位置する立憲君主制国家。東にアルジェリアと南に西サハラと北にスペインの飛び地に接し、西は大西洋に北は地中海に面している。首都はラバト。南に接する西サハラはスペインが放棄後、モロッコと現地住民による政府であるサハラアラブ民主共和国が 領有権を主張している。モロッコは西サハラの約7割を実行支配しているが、国際的には認められていない。実行支配下を含めた面積は約599,500平方キロメートル、人口は3,384万8,242人。地中海世界とアラブ世界の一員であり、地中海連合とアラブ連盟とアラブマグリブ連合に加盟している。 モロッコはサハラアラブ民主共和国を自国の一部であるとの立場から独立国家として承認していない。1984年にサハラアラブ民主共和国のアフリカ統一機構加盟に反対して同機構を脱退しアフリカ大陸唯一のアフリカ連合非加盟国であったが2017年1月31日に再加入した。正式名称はアラビア語で 通称、マグリブの王国を意味する。公式のフランス語表記は、ロヤウメジュ・マーウック。通称、マーウック。公式の英語表記は、キングダム・オブ・モロッコ。通称、モロッコ。日本語の表記は、モロッコ王国。通称、モロッコ。漢字の当て字は、マラクカ、マラウタ、バクラウタ、シゲルロクシなど。アラビア語の国名にある、マグリブは、 日の没する地正方を意味する。マグリブは地域名としては北アフリカ西部を指すが、モロッコはマグリブの中でも最も西の果てにある国と位置づけられる。中世には他のマグリブ地域と区別するためにアルマグリブルイコールアクサーとも呼ばれていた。アラビア語以外の多くの言語での国名である。モロッコは以前の首都マラケシュに由来する。トルコ語での国名は ファスで1925年までの首都フェズに由来するマウレタニアの領域。戦死時代にベルベル人が現在のモロッコに現れた。古代には沿岸部にカルタゴのフェニキア人により港湾都市が築かれたが内陸部ではベルベル系マウリ人のマウレタニア王国が栄えた。紀元前146年に第三次ポエニ戦争で カルタゴが滅亡すると、マウレタニアは、ローマ帝国の属国となり、44年に、クラウディウス帝の直令によって、ローマの属州マウレタニアティンギタナとなった。ローマ帝国が衰退すると、429年に、ゲルマン系のバンダル人が、ジブラルタル海峡を渡り、アフリカに入った。マウレタニアは、ユスティニアヌス一世の時代には再び東、ローマ帝国の下に置かれたが、 8世紀初頭にイスラム帝国であるウマイヤ朝が東方から侵攻してモロッコを征服しモロッコのイスラーム化とアラブ化が始まったアラブ人はモロッコを拠点にジブラルタルを越えイベリア半島の西ゴート王国を滅ぼしアルアンダルスのイスラーム化を進めた788年にアッバースアサでの勢力争いに敗れた亡命アラブ人イドリース一世が イスラーム化したベルベル人の支持を得て、イドリース・アッサを建国した。また、サハラ公益で栄えたシジルマサには、ミドラール朝が成立した。その後、チュニジアから起こったイスマー・イール派のファーティマ朝の支配を経た後に、イドリース・アッサは985年にアルアンダルズの後、ウマイヤ朝に滅ぼされた。しかし後ウマイヤ朝は1031年に滅亡し、その支配領域は、 タイファと呼ばれる中小国家軍に分裂した。権力の空白地帯となったモロッコは南方のセネガル側の流域から起こった村人町の領土となり、1070年には、新とマラケシュが建設された。村人町は南方にも、攻勢をかけて1076年ク軍備レれを攻略してガーナ帝国を滅ぼし、再度北進し、ジブラルタルを越えてレコンキスタ軍と戦い、 アルアンナルスを統一した。ムワッヒド町のヤークーブ・マンスールの時代に造営されたクトビーヤ・モスク。ラスナーバスでトローサの戦い。1130年にムワッヒド町が成立すると、1147年にムワッヒド町は村人町を滅ぼし、アルアンナルスをも支配した。第三代ヤークーブ・マンスールの時代にムワッヒド町は東はリビアにまで勢力を伸ばし、 マグリブ一帯を包括する最大半島を確立したが、続くムハンマドナーシルは1212年にラスナーバス、デトローサの戦いで、レコンキスタ連合軍に敗れ、アンダルシアの大部分を喪失した。ムワヒド朝はこの戦いの後に衰退を続け、1269年にマリーン朝によってマラケシュを攻略され、滅亡した。マリーン朝はフェスニと大きい、 しばしばナスル朝を従えるために、アンダルシアに遠征したが、14世紀後半に入ると、衰退し、1415年には、アビシュアサポルトガルのエンリケ公会王子が、ジブラルタルの対岸のセウタを攻略した。セウタ攻略によって、大公会時代が始まった。マリーン朝は1470年に滅亡したが、旅行記を表した、イブン・バットータなどの文化人が活躍した。 マリーン朝の滅亡後、1472年に、ワッタース・朝、フェス王国が成立したが、1492年に、カトリック領王の下で誕生したスペイン王国が、ナスル朝を滅ぼして、レコンキスタを完遂すると、ワッタース・朝はポルトガルに加え、スペインの供与も受けることにもなった。ワッタース・朝は衰退し、ポルトガルに攻略されたアガディールなどを奪還したサード朝によって、 フェスを攻略され、1550年に滅亡した。サード町は、ザイアン町を滅ぼして、アルジェリアにまで進出した、オスマン帝国を退け、キリスト教徒との戦いにおいても、1578年に、アルカセルキビールの戦いで進攻してきた、ポルトガル軍を破り、ポルトガルの国王セバスティアン一世は戦死した。この事件がきっかけになって1580年に、 ポルトガルはスペインハプスブルク朝に併合された。さらに南方に転じて1591年に内乱の隙をついてトンブクトを攻略し、損害帝国を滅ぼした。しかし、17世紀に入るとサード朝は急速に衰退し、1659年に滅亡した。1660年に現在まで続くアラウィ朝が成立した。 1757年に即位したムハンマド3世はヨーロッパ諸国との友好政策を取り、デンマークを皮切りに各国と通商協定を結び、1777年には世界で初めてアメリカが死中国を承認した。続くスライマーンは鎖国政策を取ったが、1830年にフランスがアルジェを征服したことにより、 マグリブの植民地化が始まると、モロッコの主権も危機に脅かされた。1844年に、アラウィー朝は、フランス軍によるアルジェリア侵攻の中で、アブデルカーデルを支援して、軍を送ったが、イスーリーの戦いで敗れた。1856年には、イギリスと不平等条約を結び、それまでの鎖国政策が崩れた。1859年には、スペイン軍の侵攻により、 鉄腕を攻略された。1873年、新スルタンとして、ムーライエルハッサンが即位した。ベルベル人などの諸勢力を相当するため、財政支出によりクルップ法を導入するなどした。後継の息子は未成年で即位し、ドイツ帝国が政治へ助言した。1904年の英仏協商でもロッコを狙っていた、英仏両国の妥協が成立し、 フランスがモロッコにおける優越権を獲得したが、このことは翌1905年に英仏教省に反対するドイツ帝国がタンジール事件を起こすことを招いた。さらに1911年にドイツ帝国が再びアガディール事件を起こし、フランスを威嚇したが、最終的にはドイツが妥協した。1912年のフェス条約で国土の大部分がフランスの保護領となり、 フッツ西条約で、北ブリオフ地域は、スペイン領モロッコとなった。フランス領モロッコ初代総督、ウベールリオテ。フランス領モロッコの初代総督には、ウベールリオテ将軍が就任した。将軍は、正常不安なフェズからラバトへとを移した。1913年、ドイツオリエントバンクのモロッコ支店が、ソシエテジェネラルに売却された。1919 19年、 北アフリカ総合会社が設立された。1920年にアブド・アルカリームがスペイン領モロッコのリーフ地方で反乱を起こし、第3次リーフ戦争が勃発した。アルカリームはリーフ共和国の建国を宣言したが、スペイン軍とフランス軍に敗れ、1925年にリーフ共和国は崩壊した。1930年代から独立運動が盛んになった。 1936年に中モロッコスペイン軍のエミリオ・モラビダル将軍が共和国政府に対して反乱を起こし、カナリア諸島のフランシスコ・フランコ司令官が交応したため、モロッコを拠点にした反乱軍と政府軍の間でスペイン内戦が始まった。スペイン内戦では7万人近いモロッコ人兵士が反乱軍側で戦った。第二次世界大戦中には自由フランスが ビシーフランスからモロッコを脱回し、1943年に連合国のウィンストン・チャーチルとフランクリン・ルーズベルトによってカサブランカ会談が開かれた。モロッコは1956年にフランスから独立した。スペインはセウタ、ベリリア・イフニの飛び地領とモロッコ南部保護領を除いてスペイン領の領有権を放棄した。翌1957年に スルターン・ムハンマド5世が国王となり、スルターン号が廃止された。1957年に、イフニをめぐって、スペインとの間で、イフニ戦争が勃発し、紛争の結果スペインは、南部保護領だったタルファヤ地方をモロッコへ返還した。ハサン2世、親西側政策のカモロッコを統治した。1961年に、ハサン皇太子が、 父の死去に伴い国王に即位した。翌1962年に憲法が制定され、モロッコは君主の権限の強い立憲君主制国家に移行した。ハサン二世は内政面では政党を弾圧し、軍部と警察に依拠して、国内を統治しながら外資導入を軸に経済発展を進め、対外的にはアメリカ合衆国をはじめとした西側諸国との 協力関係を重視しながらもパレスチナ問題ではアラブを支持した。1965年にはハッサン2世への反対運動を展開していた人民諸勢力全国同盟の党首メフディ・ベンバルカがパリで失踪する事件が起こった。1967年のイスラエルと6日間戦争の結果アラブ世界に復帰した。1969年にはスペインが トビ治療のイフニオも6個に譲渡したが、スペイン領西サハラは、スペインの領有が続いた。一方、内政は安定せず、1971年7月に、士官学校校長と士官らが、夏の宮殿を襲ったクーデターが失敗に終わったほか、翌1972年には、ハサン2世の新任が扱ったムハンマド・ウフキル、 将軍による国王が登場するボーイング727旅客機の撃墜未遂事件が発生。ウフキル将軍とエリート幹部の排除が行われた。1975年11月に西サハラに対して非武装で越境大行進を行い、西サハラを実行支配した。1976年にはモロッコとモーリダニアによって西サハラの統治が始まったが、 同年アルジェリアに支援されたポリサリオ戦線がサハラアラブ民主共和国の独立を宣言。激しいゲリラ戦争の後、モーリタニアは西サハラの領有権を放棄したが、モロッコは実効支配を続けた。1989年にはマグリブ域内の統合を図るアラブマグレブ連合条約が調印された。1991年には 西サハラ停戦が成立したが、住民投票は実施されず、西サハラ問題は、現在に至るまで、未解決の問題となっている。1992年に憲法が改正された。1999年に、国王ハサン2世が死去したため、ディムハンマド皇太子が、ムハンマド6世として即位した。同年から直接投資受け入れ額が急進した。2002年、 ペレヒル島危機が起こり、スペインとの間で緊張が高まったが、アメリカの仲裁で戦争には至らなかった。2003年5月16日に、イスラーム主義組織によって、カサブランカで自爆テロ事件が発生した。ムハンマド6世は2004年の新家族法の制定に、主導権を取るなど、リベラルな改革を進める立場を示した。モロッコの実質経済成長率は、 1997年のマイナス成長を最後に2015年までプラス成長を続けている。世界金融危機が最も顕在化した2008年10月、モロッコは EU の近隣諸国で初めて優先的地位を獲得した。国際経済に占める優先的地位は欧州近隣政策における行動計画の成果を元に付与される。モロッコに付与された それは FTA 締結から一段踏み込み、財、サービス、資本の完全な自由移動と専門職の自由移動を実現することや、モロッコの国内法が EU 法の相対を需要していくことを目標としている。2011年に起きたアラブの春の影響を受けた騒乱により7月に憲法改正。翌年初めアブデルイラーフ・ベンキーラン内閣が発足した。 2016年7月17日、ムハンマド・ロクセイがアフリカ連合への復帰を表明。9月には加盟申請を行ったことを明らかにした。2017年1月31日、エチオピアの首都アディス・アベバで開かれた首脳会議でアフリカ連合への再加入が承認された。2018年5月1日、モロッコのブリタ外務大臣が イランとの国交を断絶したと表明した。西サハラで独立運動を展開するポリザリオ戦線に対してイラン及びイランの影響下にあるヒズボラがアルジェリア経由で支援を与えていることを理由に挙げた。イランとは2009年から2014年にも断交していたことがある。国家体制は国王を原主とする立憲君主制国家である。現国王として在位しているのは アラビー朝のムハンマド六世位である。国王はアミール・アルムーミニーンを称する。憲法によって議会の解散権や条約の批准権を認められており、軍の最高司令官でもある。2011年の2月から4月にかけてアラブの春の影響でデモが発生し、憲法改正が承諾された。同年7月、憲法改正により、 国王の権限縮小と首相の権限強化がなされた。議会は1996年から両院制に移行し、会員は5年の任期で、定数は325議席、上院は6年の任期で、定数は90から120議席である。2007年に行われた会員選では、保守系の独立党が52議席を獲得し、第1党、 イスラーム主義の公正発展党が46議席で、第2党、選挙前の最大勢力であった左派の人民、勢力社会主義同盟は大きく、議席を減らし、38議席になった。2011年11月25日に実施された、下院選挙では、定数395議席のうち、公正発展党が80議席を獲得し、第1党となった。政党連合、 民主主義連合を形成する独立島だった。モロッコには大きな山脈が4つある。リーフ地方の山脈は他の3つの山脈とは独立し、地中海沿いのセウタやメディラを北に眺め下ろしている。最高地点は約2400メートルである。南方の3つの山脈はアトラス山脈に属する。アトラス山脈自体はチュニジア北部から アルジェリア北部を通過し、ほぼモロッコの南西端まで2 0 0 0トル以上に渡って伸びる。アトラス山脈は、複数の山脈が平行に走る終極山脈である。モロッコ国内では、北から順に、中アトラス山脈、大アトラス山脈、全アトラス山脈と呼ばれる。アンチアトラス山脈の南斜面が終わるところに、国境がある。 アトラス山脈の平均標高は3000メートルを超え、国土のほぼ中央にそびえる粒かる山が最高地点であり、北アフリカの最高峰でもある。カサブランカなどのモロッコの主要都市は、大西洋岸の海岸線、もしくは、リーフ山地の西、中アトラス山脈の北斜面から海岸線に向かって、広がるモロッコ大平原地帯に点在する。ジブラルタル海峡を挟んで、 スペインと向き合う。スペインモロッコ間はユーラシアプレートとアフリカプレートの境界にあたる。アフリカプレートが年間0.6センチメートルの速度で北進したためアトラス山脈が生成したと考えられている。アトラス山脈の南には山脈の全長にわたって巨大な断層が続く。このため比較的地震が発生しやすい。記録的な大地震は 隣国アルジェリアに多いものの、リスボン王地震と同時期の1755年11月19日に発生した地震や1757年4月15日の地震ではいずれも死者が3000人に達した。1960年2月29日の地震は被害が大きく、死者は1万5000人だった。いずれもマグニチュードははっきりしていない。主要河川は 地中海に流れ込むムルューヤ川、大西洋に流れ込むスース川、テンシフィット川など10程度ある。ジス川トレリス川は、サハラ砂漠に向かって流れ降りる。ドラー川もサハラ砂漠に向かって流れるが、この川は、雨量が非常に多い場合サハラを横断して、大西洋に注ぐことがある。エジプト、スーダンを縦断するナイル川を除くと、モロッコは、 北アフリカでは最も水系が発達している。このため、降水量が少ないのにもかかわらず、総発電量の6%を水力で賄っている。一年を通じて、大西洋上に海洋性熱帯気団が居座っており、常に北東の風が吹いている。このため、モロッコ沿岸を北から南にかけて、寒流のカナリア海流が流れる。欠片の気候区分によると、 アトラス山脈より北は地中海性気候に一部ステップ気候が混じる。アトラス山脈の南斜面はそのままサハラ砂漠につながっており北部がギール砂漠、南部がドラー砂漠である。気候区分は砂漠気候である。アトラス山脈には冬季に積雪がある。最大の都市カサブランカの気候は1月の気温が12.4度、7月が22.3度。 年間降水量が379.7ミ、mm、リメートルである。冬季の降水量は100ミリメートル、月に達するが、夏季には1ミリメートルを下回る。シュトラバトの気候もカサブランカとほぼ同じである。大西洋沿岸、地中海岸と内陸部のオアシスを除き、植生はほとんど見られない。森林を形成しているのはゴルクガシであり、特に大西洋岸に目立つ。 アトラス山脈に至ると、上緑樹林が広がる。植生は、多く、西洋杉、松である。アトラス山中からさらに南のステップには、夏目や低木などが、まばらに見られる。栽培樹木としてのオリーブは、以上の分布に当てはまらず、国土全体にわたる。固有種として、赤鉄科のアルガンの木があり、アルガンオイルの原料となる。ただし、分布域は狭く、 スースガー流域に限られる。国土の12%を森林が、18%を農耕地が占め、農耕地のうち5%は考えされている。カサブランカはモロッコ最大の経済都市であり、アフリカ有数の世界都市である。IMF の統計によると、2015年のモロッコの国内総生産は約1031億ドルである。 国民一人当たりの GDP は3079ドルと、アフリカ諸国では比較的高い水準にあり、アジアなどの新興国に匹敵するレベルである。産油国ではないが、工業と軽工業など産業のバランスも良く、アフリカでは経済基盤も発達している方である。埋蔵量世界一位の臨鉱石を中心とする、工業と生産量世界第六位のオリーブ栽培などの、 農業が経済に貢献している。大西洋岸は巨場として優れており、日本にもタコなどが輸出されている。観光資源も豊かで、観光収入は22億ドルに上る。先進工業国とは呼べないが、医療品などの軽工業のほか、石油生成や肥料などの基礎的な諸工業が発達している。かつて創始国だったフランスほか欧米諸国の企業が、 自動車や鉄道、航空機部品などの工場を増やしている。これはモロッコがアフリカでは正常、治安が安定している上、インフラストラクチャーが整備されており、50以上の国、地域と自由貿易協定を締結していて輸出がしやすいという背景がある。その他ヨーロッパ連合諸国に出稼ぎ、移住したモロッコ人による送金も外貨収入源となっている。 カサブランカやタンジェ、ケニトラには加工貿易用のフリーゾーンが設けられている。カサブランカには金融フリーゾーンもある。モロッコ以外のアフリカ諸国へ進出する外国企業への税制面の優遇措置も導入し、アフリカビジネスの拠点になりつつある。工業生産は、輪鉱石、塩鉱、コバルト鉱が有力。銅、亜鉛、金、銀なども採掘しており、 天然ガスも豊かである。ただし、原油の採掘量は1万トンと極めてわずかである。鉱物資源はアトラス山脈の断層地帯に集中しており、アトラス山脈の作り山活動によるものだと考えられている。例えば、マラケシュ近郊やメリリアに近いウジタで、アエンや鉛が採掘されている。インはカサブランカ近郊で採れる。農業などに利用できない砂漠で、 再生可能エネルギー発電を拡大している。太陽光発電所や太陽熱発電所、風力発電所が相次ぎ建設されており、スペイン企業による風力発電機の生産も2017年に始まった。エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの比率を2030年に52%へ高めることを計画している。大西洋岸。 地中海岸では天水に頼った農業が可能である。高地面積は国土の21%を占める。農業従事者は429万人である。国際連合食料農業機関の統計によると、世界第7位のオリーブ、第9位のサイザル朝が目立つ。世界シェア1%を超える農作物は天才、オレンジ、トマト、ナツメヤシがある。 主要穀物の栽培量は乾燥に強い小麦、ついでジャガイモ、大麦である。中南部ケアラムグーナで栽培されているローズウォーター用のバラなど柿農業も行われている。畜産業は羊、鳥を主とする。工業はリン産肥料、オリーブ油が目立つがワインや肉類などの食品工業、加工貿易に用いる縫製業も盛んである。 ルノーが2つの自動車工場を、ボンバルディアが航空機部品工場を運営しているほか、PSA プジョーシトロエンやボーイングなども現地生産計画を進めている。モロッコの輸出額は238億ドル。品目は、機械類類化学肥料、野菜、果実、魚介類である。ここで言う電気機械とは、電気ケーブルを意味している。輪鉱石は価格が安いため、 品目の割合としては5位である。主な相手国は輸出はスペイン、フランス、ブラジル、イタリア、インド。モロッコの輸入額は116億ドル。品目は原油、繊維、電気機械。主な相手国はスペイン、フランス、中国、米国、イギリスである。日本との貿易では輸出が、タコ、モンゴイカ、衣類の順で輪鉱石も5位に入る。 輸入は、乗用車、トラック、タイヤである。フェズ、カサブランカ、マラケシュといった、都市部の旧市街地から、アイットイコールベンハドなど、集落レベルの隠し居住エリアにある、世界遺産、サハラ砂漠やトドラ渓谷といった自然が見どころ。観光施設だけでなく、古い邸宅を利用したリアドという、モロッコ独特の宿泊施設も知られている。政府としても、観光立国を掲げ、 人材や観光地の育成に力を入れている。2015年の観光客数は在外モロッコ人の割合が増加傾向にあるが約1018万人を数えた。1961年から2003年までのモロッコの人口増加グラフ。モロッコの民族分布地図。2004年にムハンマド6世の主導権によって新家族法が成立し、 女性の婚姻可能年齢は18歳以上に引き上げられ、一夫多再生についても厳しい基準が要求されるようになった。ただし、現在も一夫多再生は条件を満たせば認められる。特に著名なモロッコのフェミニストとして、イスラーム教をフェミニズム的に読み替えることで、男女平等の実現を達成することを主張するファーティマ・メルニーシーの名が挙げられる。 新家族法制定で女性は結婚時に夫に複数の妻を持たないよう求めることができ女性から離婚を請求することができ家庭における夫婦の責任が同等となり女性は自分自身で結婚を決めることができるようになった1999年にマイクロクレジット法が成立し政府や NGO 団体の協力により受益者が増えている 歴史的に条件の良い平野部の土地を中心にアラブ人が暮らし、アトラス山脈の住民の大半がベルベル人である。2、3がアラブ人。1、3がベルベル人あるいはその根欠がほとんどと言われることが多いが、実際のところは両者の根欠が進んでいる。また過去に存在した。 ベルベル人の独立問題などもあり、国家としてはあくまでも両者は共に、モロッコ人であるという考え方のもと、民族ごとの統計を取るなどの作業は行われていない。モロッコのアラブ人には、イベリア半島でのレコンキスタや17世紀のモリスコ追放によって、アンダルシアから移住した者もおり、彼らの中には現在でもスペイン風の性を持つ者もいる。ユダヤ人は、 モロッコ各地の旧市街に存在するメラーと呼ばれる地区に古くから居住していたが、イスラエル建国以来、イスラエルやカナダなどへの移住により、減少傾向が続いており、1990年時点で1万人以下である。その他にもブラックアフリカに起源を持つ黒人などのマイノリティも存在する。アラビア語とベルベル語が公用語である。国民の大半は、 学校教育で生息アラビア語を学習しつつも、日常生活では、モロッコ特有のアラビア語モロッコ方言を話しているため、他のアラビア語圏の住人とは、意思の疎通が困難である。また、かつてフランスの保護領であったため、フランス語が第二子供として教えられ、政府、教育、メディア、ビジネスなどで幅広く使われ、全世代に通用するなど、巡行用語的地位となっている。 一方、北部モロッコでは、スペインの影響が強く、スペイン語もよく通じる。公文書は、基本的に、アラビア語、一部の書類はフランス語でも書かれる。商品や、案内表記等は、アラビア語とフランス語の兵器となっていることが多い。山岳地帯では、タマジグトと総称されるベルベル語が話され、これらは大別して、タシュリヒート語、タスーシツ語、 ターリフィート語に分かれている。また、ベルベル人は、国内のアラブ人からはシルハと呼ばれるが、ベルベル人自身は自分たちをイマジゲンと呼ぶ。ベルベル語が話されない、アラブ人家庭に生まれ育つと、ベルベル語は全く理解できないことが多く、両者は全く異なった言語である。1961年に、イスラム教が国教となっており、イスラム教スンニ派が99%を占める。 キリスト教とユダヤ教も禁止されてはいない。7歳から13歳までの7年間の初等教育期間が義務教育機関となっているが、就学率は低い。モロッコの教育は初等教育を通して無料かつ必修である。それにもかかわらず、特に農村部の女子をはじめとした多くの子供たちが未だに学校に出席していない。教育はアラビア語やフランス語で行われる。 2004年のセンサスによれば、15歳以上の国民の識字率は52.3%である。非識字率は約50%であるが、農村部の女子に至っては90%近くにまで達する。主な高等教育機関としては、アルカラウィーン大学やムハンマド五星大学などが挙げられる。アガディール中央市場のスパイス。 モロッコ料理は長らく世界で最も多様性に富んだ料理の一つとみなされてきた。これは数世紀に及ぶモロッコと外部世界の相互作用の結果である。モロッコ料理はベルベル、スペイン、コルシカ、ポルトガル、ムーア、中東、地中海、アフリカの各料理の混合である。モロッコ料理は土着のベルベル料理、スペインから追放されたモリスコがもたらした。 アラブアンダルシア料理、トルコ人によってもたらされたトルコ料理、アラブ人がもたらした中東料理の影響を受けており、ユダヤ料理の影響も同等である。香辛料は、モロッコ料理に広く使われる。香辛料は、数千年来モロッコに輸入され続けたが、ディリウニのサフラン、メクネスのミントとオリーブ、フェスのオレンジとレモンなどの多くの材料は自生のもので、ある。モロッコで、 最も一般的に食される赤身の肉は牛肉であり、国産の洋肉は好まれるが、相対的に高価である。主なモロッコ料理としては、クスクス、タジン、ハリーラなどが挙げられる。アッツァイと呼ばれるミント力者に、大量の砂糖を加えて飲む習慣がある。大旅行記の、ジョシャイブンマッテュータ。モロッコ文学は、アラビア語、ベルベル語、フランス語で書かれる。 アルアンダルスで発達した文学もまた、モロッコ文学に位置づけられる。ムワヒド長家のモロッコは繁栄の時代を経験し、学術が栄えた。ムワヒド長は、マラケシュを建設し、史上初の書籍史と呼ばれることになる書店を設立した。ムワヒド長のカリフ、アブーヤーグーブは、本を収集することをこの上なく好んだ。彼は偉大な図書館を設立し、その図書館は、 最終的にカスバとなり、公立図書館となった。中世において、タンジェ出身のイブンマ・バトトータは、アフリカ、アジア、ヨーロッパにめぐる大旅行の体験を述べた気候文学、大旅行記を表した。近代モロッコ文学は1930年代に始まった。モロッコがフランスとスペインの保護領だったことは、モロッコの知識人に、 他のアラブ文学やヨーロッパとの自由な接触の教授からなる文学作品の交換と執筆の余地を残した。1950年代から1960年代にかけて、モロッコは避難所、芸術の中心となり、ポール・ボールズ、テネシー・ウィリアムズ、ウィリアム・エス・バローズのような作家を導いた。モロッコ文学は、モハメド・ザフザフ、モハメド・チョークリのようなアラビア語作家や、 ドリス・シュライビ、タハール・ベンジェルーンのようなフランス語作家によって発達した。現代の文学においては、モロッコ出身のフランス語文学者として、ムハンマド・ハイル・エディング、モハメド・シュクリ、ライラ・アブー・ゼイド、アブデル・ケビル・ハティビ、そして1987年に、聖なる夜でコンクール賞を獲得したタハール・ベンジェルーンなどが挙げられる。また、アラビア語モロッコ方言や、 アマジーグでなされる交渉文学はモロッコの文化にとって不可欠の存在である。モロッコ音楽はアラブ起源のものが支配的である。その他にもベルベル人のアヒドゥースやアブワース、黒人のグナーはイベリア半島のイスラーム王朝からもたらされ、ヌーバと呼ばれて高度に体系化されたアルアンダルス音楽など多様な音楽の形態が存在する。モロッコ国内には ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が発見存在する。サッカーサッカーが盛んであり、代表チームは過去ワールドカップに4回出場、アフリカネーションズカップの優勝経験もあり、アフリカの競合国の一つとして数えられている。著名なプロクラブとしては、ウィダド・カサブランカ、ラジャ・カサブランカなどの名が挙げられ、イスマイル・アイ・サティア、ナビル・エルザールなどのように欧州で活躍している。 選手も存在する。2013年と2014年には、自国で、トヨタプレゼンツフィハフクラブワールドカップが開催された。陸上競技陸上競技の内男子中長距離走は、同じアフリカのエチオピア及び、ケニアと並んで屈指の強さを誇る。外してオリンピックや世界陸上においては、エチオピアは5000メートル、1万メートル、ケニアは3000メートル障害そして、 モロッコは800メートル、1500メートルで世界一を排出することが多い。1980年代の男子中長距離界を席巻したサイドアウィータとヒシャム・エルゲルージは、とりわけ日本の陸上競技ファンや関係者の中でも有名であり、ヒシャム・エルゲルージの出した1500メートルと1マイル、2000メートルの世界記録は未だに破られていない。格闘技まだ針は、 K-1 世界ヘビー級王者退官後に、モロッコは、世界的に自慢できるものがない国なんだ。だから俺が、K、K-1 世界王者として活躍することによって、世界中の人々に、モロッコハリの母国だよねと言ってもらえるようにしたい。世界王者という部分が重要なんだと語っている。テニステニスは1986年に、 当時の国王ハサン2世の名を冠した、モロッコ初の ATP ツアー大会、ハサン2世グランプリが開催されるようになってから、次第に、同国でも、人気の盛り上がりを見せるようになった。1990年代に入ると、ユーネス・エル・アイナウィー、カリム・アラミ、ヒチャム・アラジという3人の男子選手が、同時期に現れ、モロッコ初の国際的プロテニス選手として目覚まし、活躍を残していくようになる。 1961年に参加を開始したデビスカップのモロッコ代表も参戦以降長らく地域ゾーンの1チームに過ぎない弱小国であったが代表を務めるようになった3人の活躍とともに次第に強くなっていき彼らが前世紀を迎えた1990年代後半から2000年代前半には最上位カテゴリーのワールドグループに通算5度の出場を果たす テニス強国の一角を占めるまでになった。三人の引退に伴う2000年代後半以降は、次世代が育たなかったこともあり低迷しているが、2010年代に、入り上記の三選手以来久しぶりに、シングルスランキングで100番台に乗せてきた、レダエル・アムラニのような若手も現れ始めている。女子テニスにおいても2001年から、ラーラ・メリアム王女の名を冠した。 WTA ツアー大会 SAR ラプリンセスラーラメリアムグランプリを開催しているが、その一方国内女子選手の育成はほとんど進んでいない。2011年現在グランドスラム出場やツアーレベルに到達した選手は数ととして現れておらず、世界レベルとの隔たりが大きい状況にあるのが現状である。フェードカップのモロッコ代表も 大会参戦開始は1966年と中東諸国の中でも最も早いものであったが、この年の出場後、1995年に再び参加するまで30年近く国際舞台の場に出ることはなかった。その後も断続的な参加を続ける形となっており、2010年現在までの通算参加年数はわずか9年に止まっている。世界中の少なからぬ国において、 モロッコという国名から性転換手術をイメージする人々が特に1970年生まれ以前の世代では少なからず存在している。これは男性から女性への性転換手術、現在でいう性別適合手術の技法がモロッコのマラケシュに在住していたフランス人イシ・ジョルジュ・ビュルーにより開発されたことに起因する。ビュルーが手法を確立した1950年代後半、 以降、フランスの有名なキャバレー、カルーゼルに所属していた多くの性転換ダンサーたちがビュルーの手術を受けたことから有名になり、一時期は世界中から女性に生まれ変わりたいという願望を抱く男性たちが大量にマラケシュのビュルーのもとに押し寄せる状況が見られた。日本もその例外ではなく、1960年代に3度にわたって行われた。 カルーゼルのダンサーの日本公演が、このような性転換の存在が知られる一つのきっかけとなり、その後、知られるところでは、芸能タレントのカルーセル・マキや、女優の三岡優などがモロッコに渡航して、ビュルーの執刀による手術を受けている。分けても、日本においては1973年以降の、カルーセル・マキに関する各種報道の影響から、性転換手術イコール、 モロッコのイメージが広がり、その影響は長らく残ることになった。なお、ビュルーは1987年に亡くなっており、今日では性転換を希望する人は手術してくれる病院、医師の数が豊富な体で受けるのが主流となっている。モロッコでは妊娠中絶は法的に認可されていない。ウィミング・オン・ウェーブがモロッコで望まぬ妊娠をしている女性を船に乗せ航海上で、 中絶手術をする目的で2012年にモロッコに入港しようとしたが、モロッコ海軍に阻止されて追い返されている。同船の医師は、モロッコでは違法に実施される危険な中絶処置のために、年間90人のモロッコ人女性の命が失われているとし、安全に中絶処置が実施される必要性を訴えた。ありがとうございます。